どうもナムです。はい、今日はですね、この前ね、ラビットフルフルラビットタンクボトルを紹介したんですけど、今日はね、武器、新しく出た武器のご紹介です。究極合成デラックスフルボトルバスター、これ結構でかいんですよね。俺のラウン、あれじゃないですか、おもちゃの中では結構でかい方なんじゃないですか。これですね。今日はこれをちょっと見ていきたいと思います。結構でかい感じがするんだけども、俺の中では、あ、ちなみに単4が3つ必要です。で、おお、はい、こんな感じですね。結構大きいじゃないですか。今までのおもちゃに比べたら結構でかくないですか。他のライダーとかの武器とかでも気のせいかな、結構でかく感じるんですけど、俺だから気のせいかな。すげえ。はい、こちらがですね、すごい、そんなに、あ、でも少し重いぐらいですかね。うん、そんなにでも重くはないですね。で、これしかもブレードモードとバスターモード2つになれるらしいんですけど、よいしょ、あ、まず電池入れよう。炭酸が3つ必要なんで、電池入れてきます。はぁ、電池入れてきました。ここにネジ外すとこだってね。さっき炭酸って言った、炭酸って多分言ったと思うんですけど、ごめんなさい、炭酸です、炭酸です。で、ここに電源があるので入れてみますね。いきます。フルボトルバスター、おー、フルボトルバスター、なるほど。ここにトリガーがあるので、ちょっと押してみますね。あ、これが多分ブレードモードの時の音ですね。一緒にぐらいですかね。これ裏のここにこれを押せるようになってて、これを押しながら下に引くのか、むずくね。あ、できた。はい、これで10ですね。これでトリガー変わるのかな。あ、これが連打すると変わる？そんなことはない。こんな感じですね。これね、ここ空いてるんですけど、ここにね、フルボトルが入るんですね。これどっから入れるんだろう。あ、こっからか。ここを引いて、こっからフルボトルが入るらしいですね。特に入れてみましょうかね。どう入れるんだろう。横でいいのかな。いきます。おお、入りました。こんな感じですね。光ります。なるほど。まず1本入ります。最大で4つ入るらしいですね。これで、うっそ、どうなんだろう。打ってみます。いきます。あ、なんつったの今。あ、フルボトルブレイクって言いましたね。今10なんですけど、これブレードモードの、これで光ります。あ、ブレードモードだと必殺できないのかな、これ。難しいな、これ。ってことで今1本入ってるんですけど、2本入れてみます。じゃあタンクいきます。見せた方がいいよ、これ。はい、2本入りました。ちょっとトリガー引いてみます。先端まで移動させて、あ、なるほど。出すときはこれをこっちまでやって、ここに赤いボタンがあると思うんですけど、これを押しながら出るらしいですね。よいしょ。あ、ほんと出た出た出た。じゃ、これも同じか。よいしょ。おー、なるほど。これあれだね、続けて入れないとダメらしいですね。ちょっと続けて入れてみます。
おお、光ってます。ジャストマッチって言いましたね、今。いきます。ジャストマッチブレイク。2本入れるとジャストマッチですね。だからジャストマッチでーすって言ってる。なるほど。はい、ということで今見え、フルボトル2つ入れたんで今度3つ入れてみます。普通にラビットからね。ミラクルマッチですって言いました。トリガー押します。光ってます。これいます。ミラクルマッチブレイク。おお、3つでミラクルマッチです。ミラクルマッチって言いました。かっこいいね。じゃあ4本入れます。これ入れるの難しいんで見なかったね。アルティメットマッチ、いきます。アルティメットマッチブレイク。おお、フルボトル4本でアルティメットマッチブレイクらしいです。これこれさ、トリガーの時しかなんないのかな。じゃあ4本入れます。これ入れるの難しいんで見なかったね。アルティメットマッチ、いきます。アルティメットマッチブレイク。おお、フルボトル4本でアルティメットマッチブレイクらしいです。これさ、トリガーの時しかなんないのかな。あ、消えちゃう。あ、いけるじゃん。あ、ブレードモードでも音は鳴りますね。なんだ、ミスってただけか。でも多分ウェスリーのフルボトルは多分全部認識できるのかな。で、なんか箱にはあれなんですよね、クロコダイルクラックフルボトルには対応しておりませんって書いてあるんだよね。そうで、しかもこれフルボトルもそうなんですけど、フルフルラビットタンクボトル入れるとフルフルマッチってなるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。入れますね。はい、フルフルマッチです。いきます。すげえ今ゴタゴタになっちゃった。これでかすぎてちょっと入りづらいんですけど、多分これトリガーを押して攻撃音声は1種類のみですね。でフルボトル入れて2本でジャストマッチ、3本でミラクルマッチ、4本でアルティメットマッチブレイクだそうです。なるほどね。でフルフルラビットタンクボトル入れると
フルフルマッチ。なるほど。ちょっと今ゴダゴダになっちゃったんですけど、すごいね、これ。面白いですね。でも、あの、武器の中で結構大きい方じゃないんですかね、これ。俺の顔と比べるのがおかしいんですけど、結構でかいじゃないですか。ここに持ち手もあるからね。あの、小さい子は、ね、振り回しちゃうかもしれないんで、柔らかい素材なんですけども、結構面白いですね、これ。いいかもしれないですね。まあ、今後ね、テレビでどんな風に活躍するのか楽しみですね。はい、というわけで、ごめんなさい、ぐたぐたになっちゃったんですけど、今回はね、9分合成デラックス、なんだっけ、フルボトルバスターの音声確認でございました。ぐたぐたですいません。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。